ジャクソン軍はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4万271人であり、2000年の3万3121人から21.6%増加した。軍庁所在地はシルバ町であり、同軍で人口最大の町は国勢調査指定地域であるカラウィである。 当初の軍長所在地はウェイブスターだったが、1913年から現在のシルバに変わった。ジャクソン軍は1851年にヘイウッド軍とメイコン軍の一部を合わせて設立された。軍名は1829年から1837年までアメリカ合衆国大統領を務めたアンドリュー・ジャクソンにちなんで名付けられた。当初の軍政委員会は、 スコットクリーク軍クベイタ町のダンブライソンの家で開かれ、翌年にはウェイブスターに移された。1861年、ジャクソン軍とヘンダーソン軍のそれぞれ一部を合わせてトランシルベニア軍が設立された。1871年、メーコン軍とジャクソン軍の一部を合わせてスウェイン軍が作られた。1913年、シルバが軍庁所在地になった。ジャクソン軍は、 地域の自治体委員会である、サウスウェスタン委員会のメンバーである。軍内には、チェロキー族東部バンドの居留地である、クアラバウンダリーの部分があり、軍や、州の方ではなく、部族と連邦政府の方に従っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は494平方マイルで、あり、このうち、陸地491平方マイル。 水域は4平方マイルで、水域率は0.77%である。ジャクソン郡は15の軍区に分割されている。主要高規格道路群北部を東西に横切る。主要道路がグレート、スモーキーマウンテンズ・エクスプレスウェイであり、軍庁所在地のシルバと、東はウェインズビルやアシュビル、西はチェロキー、アンドリューズ、マーフィーとを結んでいる。 修道107号線はシルバとウェスタンカロライナと南のキャシアズ島を結んでいる。アメリカ国道64号線は軍南部を東西に走り、キャシアズから東のブレバード、西のハイランズをつないでいる。鉄道ノーフォークサザン鉄道がジャクソン軍のマーフィ支線の部分を運行しており、国内た地域と鉄道で結んでいる。シルバではノーフォークサザン鉄道が グレート・スモーキー・マウンテンズ鉄道と接続している。この二つの線の接続は、ジャクソン製紙会社近くで行われている。グレート・スモーキー・マウンテンズ鉄道は、ディルズボロからアンドリューズまでのマーフィーシ線のり部分を運行している。空港群内には、ジャクソン群空港がカラウィの東1マイルにある。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。 ジャクソン軍の自治体と、軍区バフクリークバプティスト教会が、シルバのすぐ外にある。小さな保守的教会であり、家族的な雰囲気がある。グレースコミュニティ教会は、統制風礼拝を行う新しい教会であり、シルバインで集会を行う。裕福な人々が信徒である。ディックスクリークは、国道74号線近く、ディルズボロの西にある道路と集 この道路を1.5マイル登ると、右に1903年建築のディックスクリーク、バプテスト教会がある。1946年までは、教会と学校として使われていた。2009年時点で礼拝が行われている。ライフウェイコミュニティ教会は、シルバ中心街の中央部にある。向かい派の教会であり、毎週日曜日朝にその校内で集まり、水曜日の夜には、 ジャクソン軍やスウェイン軍から小さな集団の会合が開かれている。軍内でいくつかの映画が撮影されてきた。1993年にはハリソン・フォードとトミー・リー・ジョーンズが主演したアクションと冒険の映画逃亡者が撮影され、1972年には脱出。1996年にはジャック・レモンとジェームズ・ガーナーが主演したコメディ。 マイフェローアメリカンズが撮影された。ありがとうございます。